かばや食品。かばや食品株式会社。かばや食品は、岡山県岡山市北区に本社を置く日本の菓子メーカーである。日本かばやオハイオーホールディングスの100%子会社。コーポレートメッセージは、美味しい夢を形にしたい。1946年、昭和21年に創業。 終戦間もない頃の岡山駅前の喫茶店の店舗裏で菓子製造を始めたのが会社の起源だという。当時、水飴の製造メーカーであった林原が、水飴の需要が落ち込む2月と8月の換算期を埋めるため、自社でキャラメルの生産を始めたことが設立のきっかけである。社名の、カバヤの由来は、戦後間もない頃に創業されたことから平和を愛し、 おとなしい動物であるというイメージを持つカバから取った。カバヤ文庫は、カバヤ食品の創業時の看板商品だった、カバヤキャラメルの経営品。キャラメルの箱の中に封入されていた文庫券、点数カードを50点集めて、目録で、カバヤ児童文庫、世界名作小説集のタイトルを希望して、カバヤ本社に郵送すると、希望通りの本が送られてくるというもの。 1952年、昭和27年から1954年、昭和29年までの3年間、キャラメルの反則キャンペーンとして実施した。現在は、かばや文庫の全館を、岡山県立図書館で閲覧できる。また、同図書館のサイトでデジタル化したものを、検索閲覧できる。また漫画も、おまけとして配布しており、パリオットが、 デビュー間もない頃に漫画を描いていた。ちなみに当時は定期観光物としてハードカバーは認められておらず、林原一郎会長は子供が大切にする本だからハードカバーですと譲らなかったことから、広島郵政局に提出する見本はペーパーバッグとして制作し、応募者にはハードカバーを送ったとされる。各種の食願を販売するメーカーとしても知られている。初期の頃は、 キャラメルのおまけのカバヤ文庫に始まり、後には乗り物等のプラ製玩具を封入した。カバヤリーフ、後日時代は野球関連の食玩を手掛け、プロ野球選手のカードガム、名称不明や、ビッグリーグガム、主に野球ボールガムと、立体パズルと F1 ガム、乗り物等のミニモデル。後のニュー F1 ガムより、簡易プラキット等を発売。それらを発展させ、 現在の玩具が市場の先駆けとなった。1978年、昭和53年発売のビッグワンガムはあくまでおまけとしてプラモデルがついていて長期にわたって発売されるロングラン商品休止中となった。その派生としてキャラクターものに進出、ボトムズガムとトランスフォーマーガム等のほか、 勇者シリーズ等のロボットアニメのプラモデル食玩も数多い。玩具メーカーの通常のプラモデル商品や玩具等で商品化が見送られたロボット、メカニック等も意欲的に商品化が試みられた。女ジ児ジ向けの商品もプラ組み立て方式で遊びをテーマとした商品化試みられた。1990年代にぷよぷよのカードと人形付きの清涼菓子、ラムネ。 ぷよぷよラムネを販売している。1997年、平成9年、デンマークの玩具メーカーレゴ社の日本法人レゴジャパンと提携し、レゴブロック付きの製量菓子、ラムネを発売。また、フランスの玩具メーカーマジョレット、社のミニカーも、継続的におまけとして輸入、販売が継続されている。女子向けのセボンスター、アクセサリー玩具は、 マジョレットミニカー同様のロングセラー商品として知られる。2010年代にはタカラトミーの人気ブランドトミカプラレールの食玩が発売されている。他にも DVDCD 付きガム、食玩 CD などバラエティに富む商品が発売されている。など。1952年、昭和27年から7年間、カバの胴体をかたどった宣伝カー。 カバ車を使ったキャンペーンを行うなど、地方に本社を置く、製菓会社としては異色の宣伝活動を行った。このカバ車は、排気量 1000cc のトヨペットトラックのシャーシを利用した車両で、カバの背中にカバやキャラメルの箱を乗せるというスタイルであった。車体制作は、広島ボディが担当、設計にあたっては、モックアップとして、実物大のクレーモデルを作成し、 それに合わせて手作業で車体を製作した上で仮装したが製作に半年を要した。標準的なベース車両の価格が当時約40万円だったのに対してカバ車は1台約125万円であった。15台が製造されたがすべて手作業による製作だったため1台1台が微妙に表情が変わっていたという。完成した車両は1952年 昭和27年4月に岡山市立伊豆市小学校の校庭でお披露目を行った上で日本全国を走行し話題を提供した。山道でカバシャと対抗した馬車馬が動かなくなったり、農作業中の牛がカバシャを見て暴れ出したというエピソードが残されている。しかし、交通規制等の理由によりカバシャは昭和30年代にすべて廃車となった。 現存する車両はなく、本社にミニチュアモデルが残されただけであった。一方で、1953年、昭和28年から2年間、本物のカバのカバコ、デカを乗せた移動動物園を反則キャンペーンの一環として行い、日本各地を回ったこともあった。その後、デカは2010年8月5日に、石川県の三市の石川動物園で死亡。 推定年齢は58歳だった。人間に換算すると100歳以上で、動物園で飼育されているカバとしては、日本最長寿、世界でも第2位の長寿であった。2006年、平成18年、創業60周年の記念事業として、カバ社復刻プロジェクトが始動。カバ屋に持ちかけて当初この計画を立ち上げたのは、兵庫県山ヶ崎市にある工業高校の校長で、 ベース車両は、トヨタエスティマ。さらに、移動動物園巡業に同行した、カバ、デカ、当時は、カバコと、カバ車を対面させるという計画もあった。2011年、平成23年、創業65周年の記念事業として、カバ車、ガールフレンドを制作。カバ車2台の名称を、クッキーくん、チョコちゃんに決定した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。